決定的瞬間が撮れるかもしれない。もしかして純一くんリタイア。残念。特に周りに何かあったわけでもなく、ただ入ったのまんながね。一番やっちゃいけばあったわけだから。前が何かしてスピーチだったからしょうがないでっていう。何もないより。全然ないけど、やめた方がええんや、そんなやつは。
ライトだけで済んだ。悪い悪い言うた修理ですか。言うて修理するよ。ほらほら2番目だ。後ろも来る。